ンポットさんに先導してもらおう。なぜかエンジン止まった。結構綺麗な賃貸の物件が、あ、ベッドついてんのよ。一泊3万なんぼっつってたっけ。プライベート島。のびたび。はい、どうも、純也です。いつもお世話になっております。本日ののびたびは、ラブカンポットさんがカンポットに来たよシリーズの第4弾ということで、クリスマスイブのカンポットをうろうろと、中谷さんとね、3人でしているところでございまして、川の遊園地から今度フィッシュアイランドの方に行ったりとかして、カンポットさんのね、土地の近くの賃貸を見たり、あれをしたりこれをしたり、アンバーカンポットでのんびりしたりみたいな感じで過ごしてきたので、よかったら最後までお付き合いいただけますと幸いでございます。ほな、どうぞ。はい、ということでですね、お腹いっぱいの、お、かわいいタンスがありますね。お腹いっぱいの感じで、天気もね、ちょっといつ崩れるか心配なので、とっとと帰ろうという感じなのかなと。お手洗いはどこに、 あれか、ちょっとじゃあお手洗いしてまいります。はい、すっきりしました。あれラブさんはどこ行ったのかな。はい、ほな町の方へ帰りましょうと。はい、楽しい楽しい、はい、See you。 楽しい楽しい、リバー、何やったっけ、リバーパークやったっけ。はい、リバーパークでした。ほな帰りましょう。はい、じゃあカンポットさんに先導してもらおう。なぜかエンジン止まった。なんでかたまにエンジンが止まる。あれ、なんだこれ、何現象。うん、あ、どうしたの急に。あ、なんで、まあかかった、なんでしょうね。走ってて急に止まるとかやめてほしいな。おー、山が正面に、なんか神々しいな。いいね。
はい、ちょっとこのね遊覧船が並んでるあたりまで来たんですが、よいしょ、こんな感じになってます。でなんかねボート大会かなんかやってるみたい。みんな観客があっち対岸はねすごい人がいっぱい。何こういうボート？多分私も初めて。10人ぐらいかな。ほうほうほう。5人5人で。レースみたいな。そんなレースやってんねん。はあ。結構じゃあカンボジア中から集まってきてるんですかね。分からへん分からへん分からへん。練習しとったよ。戦闘で太鼓叩く人。というボートの大会が開催されて、向こうの向こう岸すごい人やね。お、こえなんか漕いでんじゃん。漕いでる漕いでる。漕いでるわ。漕いでるけど遠いから分かりにくいね。うん、分かりにくいわ。あれ？ってなイベントもやってるカンポットでした。なんかカンポットさんの土地がこの辺にありまして、なんか近くに結構綺麗な賃貸の物件がありましたので入ってきました。できたばっかりなんや。ちゃんとセキュリティのカメラもついてる。これが月100ドル。月100ドル。扇風機あるって言ったけど、エアコンがあるかわからないけど。でもあ、ちゃんと Wi-Fi の設備もちゃんと整ってそう。これで100ドルだとめっちゃ安いと思いますよ。あとキッチンあるか。2階なんや。室外機つらーって並んだからエアコンもちゃんとあるんでしょうね。あ、ベッドついてんねや。土足でええの、ここ。キッチンこんなん。ベランダつながってる系のやつや。うわ、景色がまあまあよろしいですな。そう、今は準備段階の何も綺麗にしてないんで。ああ。そう、これもついて。でもこれで積んだエアコンただつけてくれいいよね。うまいね。うん。電気代は別やね。そうだでしょうね、水道と電気は。電気水道別か。うん。で、でも100ドル。Wi-Fi はついてんの。Wi-Fi ついてるって。あ、いいじゃん。ベランダは全部つながってるパターンのやつね。夕日が綺麗なとこですね。インターネットはついてる感じなの？インターネットは込みなの？エアコンは別で考えるんだって。エアコンってエアコンなくてもいいよね。まあ上スカスカやからね。エアコン聞きにくいでしょうね。上が100ドルで下がエアコンついて200ドルくらい。下が200。ああ、下はエアコン付きやからちゃんと密閉されてるって感じかな。うん、なるほど。あんま入居者いない感じやんね、これ。逆に1回やったらクーラーかけてないと出たら暑い。上の方がまだいい。
風通しがいいですね。良い物件でした。ほな行きますか。ね、はい、そんな感じのカンポットさんの土地の近くの賃貸でした、はい、はい、ということで、お次はアンバーカンポットにやってまいりました。どうもハロー。ハロー、はい。では、カフェに案内していただきましょうか。これは大丈夫？いや、商品さ。ああ、オッケーオッケー。マスクせえよと。ヘルメット買ったよ。あ、ほんまや。ヘルメット時間や。ネットのおっさんなのでね。ネットのおっさん、これ、皮膚なので。マスクしてないけど大丈夫？マスク出してくれる今。おっくんちゅらんでございます。おくんちらん、新品のマスクはいい匂いがするね。なかなか新品のマスクをつける機会がないもんで。こちらね、もう半年以上前にタムちゃんと来たところでございますね、その時はライブ配信をさせていただきましたが、相変わらずゴージャスな、宿泊施設となっております。この間来た時はなんかここをせっせと工事してたような気がしたけどね。絶対高いよな。1泊3万なんぼっつってたっけ。1泊3万なんぼっつってた。だいたい320、まあ4万弱ぐらいするわけですな。まあでもこんだけなんかすごい立派な感じで1泊3万やったら、まあ、私は絶対止まらないですけれども。前せっせとねこの なんか島を作ってた。前完成したんよね。なんか積んではるわ。お姉さんがなんか積んではる。花摘みガールでございます。おお、久しぶりにやってまいりました。レイサーバレスラー。オッケー。あ、なんか屋根ついてる。どうした？あ、レストランって言ったのか。どう？あそこだと島の方まで行けんねん。ここのプライベート島。プライベート島があるんや。すげえ。特等席で見れるけど船が邪魔してるね。はい。で、ここらに。こっち。はい、てな感じでここによいしょと。おっちに。めっちゃ邪魔してる。あ、もう個人船やってんのかな。なんか一人で乗ってるボートでやってる。まあそんな感じで行けてる感じのアンバーカンポットです。はい、みんなで撮影しております。はい、現代人はまず食べ物を記録するという習性があります。はい、炭鉱親父のとこやると怒られてるね。レコーディングダイエットですね。はい、こんなの食べましたよと。あ、はい、チーズ。そんな感じで、アンバーカンポットで楽しく過ごしております。ほなまた見てね。バイバイ。はい、うっかり動画を最後まで見ちゃったあなた、ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録と、親指ボタン、ベルマークのボタンポチッと押して、コメント欄で気軽に話しかけていただければ、このおっちゃんめっちゃ喜びますんで、よろしくお願いします。
ほなまた別の動画も見てってくださいね。さいなら。